東京都が今日確認した新型コロナウイルスの感染者は247人でした。4日連続で200人台となっています。年代別に見ると、20代が72人で最も多く、40代と30代が40人台で続いています。60代以上は43人で、100歳以上の人の感染も確認されました。 重症者の数はきのうから2人増えて32人となっています。